皆さんこんにちは、チコンです。ということで今回もウィーニングレブン e フットボール情報を紹介していきます。はい、ということで木曜日いろいろね、情報が出ていますので、また動画ね撮っていこうと思います。で、最後に e フットボール、PS4 や PS5 で来ているイベント情報は紹介する予定です。はい、まずはですねアプリの方の、今回のアップデートの更新内容を判明したので紹介しておきます。まあこれすぐ見れるんで見たという方も多いと思いますが、サイズは 1.9GB、内容としては各国リーグの新シーズンの昇格と降格を反映、各リーグの選手監督の在籍の更新、選手パラメータ、能力の更新、一部ナショナルチームとクラブチームのユニフォームを追加及び更新、一部クラブチーム及びリーグのエンブレムが更新されたのと、フェイスモデルの追加及び更新、実況音声データの追加及び更新、選手と監督の画像の追加及び更新、ライセンスの都合による一部クラブの非搭載、そして一部リーグ及び大会を非搭載、その他各種不具合の修正を行いましたという、その詳しい内容は教えてくれないというのはいつものように、詳しくは分かんないですけど書いてる内容としては理解できるかなというところですかね。はい、続いていきましょう。来週のマッチデーの情報出ましたので紹介していきます。来週はナショナルマッチデーということで、カンナバーロを獲得した方はアウェーイタリアを選んでください。まあ、別にイタリア選ばないといけないわけではないけど、はい、来週はナショナルの方が来ます。はい、そしてもう一つ、情報があります。アイコニックのデータが今回2名追加されたということで、まず1人目は今週というか今日から登場するカンナバーロ、そしてもう1人が、バルセロナ登録でエトーが来ると言われています。はい、かなりね、注目の、いやエトーは強いだろうね。また楽しみなラインブレーカーよね、多分楽しみですね。ラッシュフォードとギグスはわかるんですけど、右のデイビスはどうしたんだろう。アイコニック、いつのアイコニックでしょうね。FP かな、ちょっと分かりませんが、この辺のデータももしかしたら入ってるのかもしれないですね。はい、まあバルセロナということで、今週でしたっけクラシコあるの、あれ違うっけ、もうちょっと先だ。はい、まあ近々クラシコありますよね。まあそこに向けてレアルバルサで追加してきたんじゃないかなと思うんで、今回レアル登場したんで、まあ近々バルサへと来るかもしれないですね。もしかするとキャンペーンなどに合わせて来るどうかな、分かんないですね。はい、ここから PS4 の内容も一応確認しておきましょう。続報ということで eFootball2022 アップデート配信延期に伴うお詫びについてということで、16日に追記が、書かれています。ウィニングレブン2021における対応について12月30日以降の予定をご案内させていただきますということで、再開したマッチデート VS コムイベントは引き続き実施予定、追加配信したスペシャルエージェントは12月30日に終了しますが、引き続きお楽しみいただけるよう新たにコレクターズボックスを配信予定となってます。内容は以上です。かなりの寂しい内容ですね。まあボックスガチャは更新されるそうです。で、引き続きマッチデートコムチャレは来るっていう感じですね。あんまり楽しめるかどうかはちょっと微妙なんですけどね。はい、ここからが PS4、PS5 の eFootball2022 のイベント情報です。イベント切り替わりまして、ナショナルチームズというものが来ました。過去にも来ましたよね、これ。まあ簡単に言うと復刻みたいなイベントです。使用チームの話なんですけど、ヨーロッパ各国、使えます、もちろん。そして、南米はブラジル、アルゼンチン、チリのみが使えるといったところです。まあ前回も来たんでわかるかなと。まあもちろんイングランド、ポルトガル、スペイン、フランス、ベルギー、オランダ、イタリアなど、まあこの辺の強豪国使えます。はい、開催期間としては、来週の月曜日の11時までとなっていて、クリア条件は今回も勝ち点方式みたいですね。はい、ということで、ちょっと、今回ナショナルチームなので、まあ今回ね、クラブ単位でしかね、調べられてないんですけど、どうでしょうか。まあ今週のパターンで言うと、プレミア勢結構ね、勝利しているチーム多いんで、まあ、プレミア勢の中から選んでいくと良さそうかなと思うんですけど、まあそうなるとまあイングランドだったりとか、その辺がいいんですかね。ただトッテナムは試合なかったので、そこは普通なんで、ケインとかは普通ですし、
まあ、その点考えるとイタリア勢が今週はちょっと、負けたり引き分けたりが多かったんで、まあ、イタリアは避けてもいいんじゃないですかね。あとスペイン勢もあまり調子は良くなかったんで避けてもいいかなとは思います。ただまあバルサもアトレチコもそうですけど、まあ、ユベントスもそうですけど、まあ、いろんな国の、ね、選手入ってるんで、まあ、一概には言えませんけどね。まあ、安定するのはやはりフランスとかイングランド、まあ、この辺になってくんじゃないですかね。まあ、あとは南米系は、結構バラバラだと思うんで、その辺もいいんじゃないかなといったところです。まあ、ナショナルの、イベントが来るとちょっとライブアップデートがうまくね、伝わらないんですけど、なんか早くライブアップデート分かるようになんか設定してほしいんですけどね。はい、ということで、まあ、ペスハブの方に、各選手のライブアップデートは出るはずなんで、これはまだ先週のもので更新されてないはずなんで、また後ほど出ると思うんで、まあ、これら確認して、国をね、選んでいただくといいのかなと。はい、ということで、今回の動画は以上になります。まあ、の登場も楽しみなんで、これは PS4 でいつ登場するんでしょうね。来作、まあ、出てくるとは思いますけど。ということで、こちらのチャンネル e フットボールウィニングレブン情報を随時紹介しています。まあ、だいたい月目がね、情報が出る時なんで、そこら辺が、動画多いんですけど、月曜日にはアプリで登場する FP の予想だったりとか、まあ、アプリ更新があったので、まあ、いろんな動画復活してますので、興味ある方は、各動画覗いていただけると嬉しいです。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録などもよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。